エンジョイパチンコライフ。ピモ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんです。本日は東京都渋谷区代々木、JR 代々木駅西口からめっちゃ近いアクアスさんに来てますということでね、今日実はこちらのお店でね、朝から回転くんの撮影、そして夜もね閉店くんの撮影ということでダブルヘッダーでございます。今日はね朝からね今日から導入されている銃を撃っちゃったんですよ。ということでね、銃に恩があるんでね、閉店くんも銃を撃ってみたいと思います。入店やってきました、アクアスさん。それでは早速店内データを見に行きましょう。今日はですね朝から銃を撃ちましたよ。実はね出ちゃったんですよ。出なかったらねもう撃たないって言うんだけど出ちゃったんでね、まあどんな内容かはね見ていただいて、ネタバレになっちゃうからねぜひ見ていただきたい。よーし撃っちゃうぜ。実はねこちゃん台で撃ったんですよ。さらにすんげー出てんだけどねちょっと解析がねまだ出てなかったんでね、どうしようかなと思ってやめちゃったんですけど、打てばよかったかな。うーん、さあどの台にしようかな。ああこちらの台もいいね。うわすごいね、35連1回いってたんだね。だけどちょっと下がっちゃったけどね、すごい。よしグラフで決めよう、秋台のこれが一番強いかな。217、217、191、168、このデータが一番強いね、秋台の中で。よしこいつで、まだね時間も17分ぐらいあるから、こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで閉店くんが選んだ台はサミーさんの銃をね、豪気になってドデカサバちゃんランプ、そして荒ぶる歌声、串田明さんが歌う応援にゃーも、楽曲搭載、そして、爪フラッシュに、縦横無尽に動く、ワイルドアクションリール、すごいねじゃあ打ってみよう。もうね今日は本当にねこれで負けても全然プラスだから、あ今日はね今日一日という日は焼いてみたいと思います。おそらく一発チャンス、連絡引かないと。何にも見せられなかったらごめんね。おいいね、おチャンスリプレイ引いてこいっぱい。いやでもね本当に今日はお世話になってるから、面白い絵を見せたい、なんか起こしたいな。残念せかどーし、あリプレイしかいけないの。頼む、なんか引いてくれ。あーチェリーがいいね。あー残念、やばいね見せ場がないね。一発チャンスメカなんか引いてくれたら嬉しいな。残念追加どうし、ダメか。結構いろいろ引いたよ俺、回転くんでは。お、ワイルドアクションリール、あーもう2、3でいけばいいのに、ちくしょう。3枚役お、マングース、青でいこうか、チェリー来たよ。3連なら今日、あー弱です。あ、そうか、お、お、なんか出てきたよ、追加どうし。やばい、あと10分ぐらいしかない。一応発展しました。お、結構超えた俺。
何キロ？お、80キロ。熱々。お、追い風いいね。おいおい、いけいけるよ。よっしゃー、やったふぅやりましたどうし、200倍。はい、いきますよ。はいはい、やりましたー、アニマルパワー出せ。あれ、ここどうだったっけ。赤さん、いい店ねはいこれは、とにかくね、9万役を、15回取ったら終わるボーナスなんで、このカバメーターを貯めて9万役ね。時間ないねよし頑張ろう。よしセーフ。この斜めは3枚なんで平気です。あ、平気。リプレイ来い。おおお、あ、レア役でもゲットできます。2個を10個貯めれば、サバちゃん。よし、粘ってる。あー残念。あ、でも1個ゲットしました。結構ね、回転くんで打った時もあんまりね、深いハムリがなかったんで。まあ本当にね、今日はね、ちょっと15分ぐらいしか打ってないけど、ね、15分以内に当たりが引けるんだから1時間でも十分勝負になると思うんでね、お仕事帰りとかチャレンジしていただきたい。ここで、ね、10個貯めればサバちゃんも確定するし。あー、ゼローよし、チェリーいいね。はい、ゲット。これ肉ゲットの場合は何個かまだ分かんない。ベットして、あー1個だね。お、いいねいいね。1個か。よし、いいね。よし、いいね。あー、あー出てこない。肉が、うわー出てこないよ。ちょっと厳しいかな。あー1個ゲット。ラスト1回貯めまくれ。あー終わっちゃう。あー終わっちゃう。はい出てこい。あ、出てこない。お願いします。ダメかな。あ、ネクストステージ初めて出た。おー、ボーナスね、ファーストとセカンドがあるんですよ。残り10回。リプレイをいっぱい行けばいい。よし、おお、初めて行った。今日1回目行かなかったんで、ね、よし、リプレイいっぱい引け。よし、おお、おお、いいね。3枚アクトリプレイ。よし、やばいねいいねいいねおー、いいね。なんかいい音鳴ってるよ。おー、青に変わった。チャンス。おお、わいわい、よし、いけ。よー、すげえ、あっち止めろ。おい、よし時間ねー、あと60枚。はい、あ、結構時間かかります時間かかり、あ、はい、結構時間かかりますかね。まだまだ揃ってんだぜ。だって
やりました。はい、これでゲーム数を決めます。時間ないけどね。初当たりは、50ゲーム以上が確定します。ここにも秘密あるから回転くん見て、これを超えることができるか。できない。おお、超えた。60、無理。やこしい。あー、チャンス目。いいよいいよ、もういらないから。マングース出てきてるけど、終わり。あー、終わっちゃった、終わっちゃった。危ねえ危ねえ。あ、惜しい。あと20枚だったのに。無念無念。しかもベル入賞。おい。ゲット3個3個。こちらの、獣玉を、10個貯めることができれば、上乗せ特化ゾーン、ビーストチャンスね。ビーストチャンスが、ライオン、ダチョウ、ゴリラ、あとゾウね。ライオンはとにかく、レア役引くことができればコンボアタック、子役5連でもコンボアタックいくらしい。あとね、ダチョウさんはね、最初の5ゲームで、まずゲーム数ってかね、決めます。そのゲーム数をなんと最大5ゲーム倍プッシュすることができる。最大32倍。ね、最初の5ゲーム間で30ゲームだったら32倍だから960ゲーム、すごいね。そして、ゴリラこれがまた楽しい。あのね、10ゲーム間の ST、 パチンコの ST 打ったことあると思う方は分かっていただけると思うんですけど、とにかく10ゲーム間に、図柄を揃えることができれば、ゴリラ図柄を揃えることができればまた1から10ゲーム間できると。ゾウはもうね、この本気最大の特化ゾーンとなっておりますので、ぜひね、楽しんでいただきたいと思います。晴天君無念でもね、楽しかった。えいえ、あれ、あ、200倍超えてるわ。そうか、228枚コットー。はーい、実践終了、やったー。ということで、今回こちら、アクアスさんで実践した機種は、サミーさんの10を打ちまして、投資枚数が200枚、獲得枚数がなんと228枚ということで、プラス28枚です。やりました。勝てないと思ったでしょう。勝っちゃったもんねー。ということでね、平天君20分も打ってないんですけど、20分ぐらいでね、勝てちゃうんでね、まだプラマイゼロ、ちょいプラぐらいまでいけるんで、1時間あったらね、勝負できると思うんで、ぜひね、お仕事帰りにね、銃を撃っていただきたいと思います。ということで、平天くんも勝てちゃう、こちら、アクアスさん宣伝をちょっとだけ、12月の16日に、寝台入れ替えということで、パチンココーナーにコードギアス、スロットコーナーに、マドカマギカに、吉宗、ね、こちらを筆頭に、なんと7機種54台ね、大型入れ替えでございます。そちらの詳しい詳細は P ワールド、またはメール会になって情報をゲットして、こちらアクアスさんにね、来ちゃってください。あとですね、こちら交換くん、なんか似たような名前だな、まあいいか。こちらね、交換くんというね、景品がね、いろいろあるんですけれども、この動画が配信された頃にはですね、クリスマスケーキ、そしておせち料理ね、予約できるということでね、こちらもご利用していただいて、ぜひこちらアクアスさんに来ちゃってください。今回僕は勝ちました。次回も頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回も勝つよ。えいえい、やらせじゃないぞ。